大学生になって一人暮らしを満喫していた俺だったが、つい先日、なんと住んでいたアパートが火事で全焼してしまったわけで、で仕方なく義理の母が住む実家に戻ってきたのだけれど、若すぎる母さんは俺の留守中に4人の下宿人を住まわせていたんだ。大学の先輩の千夏さんに、同じ大学で講師をしている楓さん、近所のファミレスで働いているまなみさんと、幼なじみで母さんの妹のリサ。このハーレム状態で俺はみんなのおもちゃにされているのだ。いろんな意味で。あら、龍一くんまだ起きてこないのかしら。そういえば今朝は遅いですね。ゆうべちょっと欲張りすぎたかな。ほーら千夏くん、いささか聞き捨てならないね。何が？一体何を欲張ったのかね。あら楽しそうね。まさか千夏さん。何の話？少女のリサくんには関係のない話だ。少女関係ないでしょ。っていうかどういう話よ。さあさあ、楽しそうなところみたいだけど、そろそろ出かける人もいるんじゃないの？そうですね、そろそろ。あ、私もバイトバイトっと。なんだかちょっと面白くなりそう。その夜は千夏さんやまなみさんのことが頭にちらついて、なかなか眠れなかった。眠れん。龍一、あんたいい加減にしなさいよ。私知ってるんだからね。なんだよいきなり。あんた千夏さんやまなみさんと見せなさいよ。え、だからあんたもオーナーに見せなさいよ。それでお前子よ。なんだよそれ、困ったぞ。なんて言って断ったらうまく収まるか。そうだ、よし、そこまで言うならおかず。え、おかず？そう、おかず。お前がまたオナに見せてくれるって言うんなら考えないでもないな。さすがにこれなら諦めるだろう。いいわよ。え？いいって言ってるでしょ。オナにでも何でも見せてあげるわよ。その代わりあんたもきっちりオナにして見せるのよ。あんたも始めなさいよ。やっぱりやめようよ、こういうのまずいって。何言ってんのよ。私がここまで譲歩してやってるってのにまだ何か言うの。すみません。男なら男らしくさっさとパンツを脱ぎなさい。きつー。殴るかね。自分で聞いといて。しかし龍一君、洗濯物持ってきたけど。終わりだ、何もかも。思えば母さんに変な気を起こさないように一時は家まで出たのに。今度こそ本当にこの家を出よう。って、え、何着ても似合うわね。そういう千夏さんもよくお似合いですよ。へへ、私も新しいの買っちゃったのだ。どうしたの。それが千夏くんが商店街の福引きで旅行当ててな。嘘、本当、すごいじゃない。リゾートホテルとプライベートビーチ、南の海、南の島、こうしちゃいられない。水着買ってくる。いってらっしゃい。張り切ってんな。海か、困ったことになったな。何をそんなに困ってるんですか？あ、いや、別に何でもない。みんな、思いっきりこのプライベートビーチを楽しんでますよ。楓さんも行きましょうよ。なんだ、その、君の持ってる荷物の番を引き受けようじゃないか。大丈夫ですよ、ここ、プライベートビーチで誰も来ませんよ。いや、その、なんというか体調が優れなくて。あれ、楓さんひょっとして。
泳げないとか。失礼な。プールなら少しは。ただ海はそのちょっと。それなら俺も一緒に行きますよ。だったら平気でしょ。まあそうだな。龍一くんがどうしてもと言うなら。龍一くん、手を離すなよ。大丈夫ですって。ここはまだ全然背が立ちますから。それはそうなのだが。今何か踏んだ。ちょっとそ